今回のミスパー釣りの今日やるよ、二度やれるぞ今日、うん、いう感じなんで、あーさーやっと行った、やっと行きました、もうあー長かった、8ゲーム。スロドキの歴史にまた1ページ、中間報告。はい、中間報告でございます。おだす、どうですか。ですね、はい、まあ朝一、まあ、番長を狙い台だったじゃないですか。はい、そうですね、取ったんですけど、まあ、まだ、うん、商いも多数あったんで、はいはい、まあ、リセット状況、はい、ね、打ち合わせてリセット状況を優先した後、ね、正直ね、はい、すいません、申し訳ないです。リセットを見てね、いろいろ朝一数ゲームでいろいろ引いてしまうことが多くて、わかりますよ、うん、その気持ちは。そうなんですよ、テンポ攻略としては本当に申し訳ないです。いやいやいや、まあ、自分としてはありがとうございますと言いますけど、出玉はだから持ってらっしゃるのね。一応投資が1本、1本 1K で1200、300枚ぐらい持っております。持ってるね。 で一応状況の把握もちゃんと務めてまいりましたよ、リセット状況も。全体的にはリセット挙動が多めで、うん、まあ友に関しては出目だったら分かんないですけど、はい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 、がっくんした台しなかった台があったと、まあ、あったとね。そして、機種単位ですね、はい、アリアは前代強気濃厚だったので機種単位でかかってる可能性が高いと。忍者ガイデンとかもリセットはリセットやったと、リセット濃厚でしたね、はい、っていう中で、はい、うん、小太郎さんはどうでしょうか。僕ですか、うん、俺も聞く。一応トロピカルモード入ってるって言ってたから、トロピカルモード、うん、朝一がトロピカルモードやったんですけど、うん、トロピカルモードでした900ハマるっていうね何がトロピカルやねんと、もうね、びっくりしましたね、うん、ちょっと、うん、いやで単発やったわけですよ、ね、レギュラーね、まあ、まあ32引かなかったね、はいはい、でまあ今は置き時が、うん、だ置き時結構ね朝一からみんな耕してたんですよ、うん、置き時とはトロピカル、トロピカルじゃない方です、ほうない方もに今いるんですか、に今いるんですけど、なんでですか。だからなんでまたトロピカルから言う、置き時の狩りは置き時でしか返されへんねや結構もしかしたら全リセかもしれんっていう、置き時は常にあんだけなんか全員ちょっとずつ回していったんですよ、うん、そうですね、狙ってたんで、はい、だから僕はだから設定狙い担当でしょ。そうですね、僕は違った視点でリセット傾向、うん、だからゾーン狙い天井狙い朝一からできんのかっていうところをね、うん、ちょっと掘り下げていこうかなっていうところで今置き時の B 狙いしてるんですよそうなっちゃったんですよね。そうなっちゃいましたもん。なっちゃったんですね、はい、まあ、僕は朝一一応リセット状況を見たので、はい、いろいろなね、まあ、ジャグラーコーナーも前代、1ゲーム待ってる傾向だったりとかっていうのも一応お伝えしたので、はい、まあ、僕は、まあ、正直今だいたい3時間ぐらいですか、はい、オールの中見てると、まあサラリーマン番長、そして寝台のマジカロ、はいはい、マジカロじゃねえ、マジカル、マジカルハロウィンね、マジカルハロウィン、はい、5ですか、寝台がやっぱり強めなんかなって、寝台というか、まあ導入されたばかりの機種、うん、っていうことですよね、まあ、番長もそうですし、まあ、そうですね、でマジハロ、ちょ、うん、今日はトロピカルはちょっと弱いですけれども、ただ昨日結構履歴は良かったんですよ、ビッグボンボンついてたんで、だから日によってだから機種が変わっていくんかなとかもあるかもしれないんで、そうですね、まあじゃあ午後からはとりあえず、まあ番長が僕は開けば移動したい気持ちもあるんですけど、はい、友の学訓台っていうのも調べたいっていうのもあるので、そうですね、出玉持ってるんで、そうですね、そこからスタートして、はい、まあちょっとどうしようかなというところです、はい、小太郎さんは、僕はもうとりあえず当たるまでいきます、 B 狙いをB 狙いと、わかりました、 B ということを証明します、とりあえず、わかりました、はい、じゃあテンポ攻略引き続き頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。それでは後半戦頑張っていきます。まあこの台がですね、今440回転ハマってるんですけど、一応前日初当たりが19回ついてるんですよね。で、一応この台は学訓は確認してるんですが、もしかしたら下げられてる可能性もあるというところで気になるんですが、やはり安田さん稼働金かなり強いので、で稼働3台で唯一学訓した台がこの台というところなので、まあ上げ狙いではないですが、まあちょっと後半戦はですね、この台を
ちょっと強いかどうかぐらいは、弱いかぐらいは判断したいかなと思っております。まあ、少し中間報告でも話しましたけど、まあ、昨日はトロピカルが強めやったんですけども、今日に限ってはこの旧オキドキの方が、まあ、ちょっと強めかなという印象はありますね。だから日によって、まあ、違ったりするんかもしれないですよね。今日の当たり機種的な強めの機種っていうのがあるのかもしれない、まあ、それがもしかしたらこのオキドキで番長だったりとかマジハロであったりで、前日のデータとか見てますと昨日はジャグラーシリーズもかなり強かったんで、だそういう入れ方をしているのかもしれない。そしてなおかつ、まあ、安田グループさん特有の傾向稼働っていうのが強いかもしれないですね。今のところはそうかもしれないという、まあ、今仮定あの予想ですけど、まあ、また後々もうしばらく実戦時間あるんで、まあ、様子見ていってまたエンディングでっていう風になると思いますけど、873ゲーム中断チェリー、まあ今ジャギーステージにはいましたが降格ではなかったと思います。おう第一、あまあまあ通常以上なんですけど、で前兆の可能性もあると、894ゲーム8点、ボタンどうだい、よっしゃ OK、 898ゲームボーナス確定、持ち込みでの当選、オーラーブルー、シャッフルしてないんでね、たまにはシャッフルでもしてみましょうか。パッ、危ねえ。25%の復帰もあります。でケンシロウのチャンスアップ、おこれで100枚以上の上乗せですね。あ106件、おーブルッタ、いやーようやる、あーブルッてるリノ、今日やるよリノ、やれるこ今日、うん、あーアダマス、なんかちょっと中途半端ですけど、うん、アダマスで、で中段チェリーブの追撃でパンチで、まあ結局うん300で4セット目ですかね。わー来た、732ゲーム総投資41本目、ちょっとせめてビッグでお願いしたい。うわーどう、あはい、レギュラーボーナスです。そうですか、レギュラーですか。はい、レギュラーボーナス終了で101枚の獲得です。さあここからですね、天国に飛んでいると信じてドキドキのゾーンでございます。現在30ゲームです。31、32です、なしでした。
いやーきついなまあ最悪の場合を考えると朝一7ゲームで当たったレギュラーってあー当たった44ゲームおーシャービックボーナスギリギリ持ちコインでなんとかつなぎました。まあ最初の7ゲームで当たったんがもしかしたらたまたまやったっていう可能性も、まあ、なきにしもあらずなんでその場合はね、B にはいなく、まあ、今もうこの時点で上がってる可能性は十分にありますけど最悪まだ A にいる可能性もあるとってなったらちょっと怖い部分はあるんですけども、まあ、ホール全体のリセット挙動、まあ、結構朝一はリノさんにも見てもらったりもしてたんでじゃあやっぱりリセットが多めということはまあいると思うんですけどね B 以上に。はい、ビッグボーナス終了で215枚の獲得です。ここからが勝負の時です。もう行ってくれてもいいと思うんですけどね。ラスト1ゲーム32ゲーム目です。うわー今回もダメ。だいぶ苦しいですけど。おお、このパターン、ありがとうございます。はい、76ゲーム、ビッグボーナスです。早かった。持ちコインでつなぎましたね。なんとか追加投資せずには。積んでるんで、まあ、まだありがたいかなと。はい、このビッグボーナスは224枚の獲得でした。さあ行きましょう。今度こそは。ちょっと両隣が今天国で右隣の方に関してはドキドキ確定している状況でお祭り騒ぎになってきてるんで僕もちょっと便乗したい。それに挟まれてるという感じなんで。ああ来た、やっと行った、やっと行きました。もうああ長かった。8ゲームここに、ここに、ああビッグ、よし8ゲームでビッグボーナスです。ようやく天国行ってくれました。よかった。はい、ビッグボーナス終了でトータルが418枚です。さあどん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 連チャンいきましょう。はい、来た、早い、5ゲームです。ビッグボーナス、よしよしよし、3連、ビッグボーナス3連、徐々に投資分回収できてきましたけど、まあせめて最低でも、まあ、2000枚投資してるんで半分ぐらいは回収したいですよね。はい、トータルが615枚の獲得です。まあ、なかなかボーナス中にかなちゃんは輝いてくれないですけども、まあ連チャンしてるんでよしです。両隣はまだ天国ずっと続いてるんで僕入んのも一番遅かったですし一番早く終わってどうすんねん。もう29ゲーム、31ラストですよ次。
はい、なかったです。天国はすごい3連で終了と。でちょっとここで一旦周りの様子見に行きます。これ多分当たってると思うんですよ。447謎当たり、いや当たってないか。いやー酔い腰かもしれないです。もしかしたら450ゲーム総投資42本で確定です。背負いなんか引いた。いや何も引いてない。据え置きの可能性の方が高い。もしかしたら謎 BC かもしれないです。ああいいこと言った。うん、うん、それならば、それならば期待持てるでしょ。いやまあ確実に兆候ではなかったで。いやでもこれは据え置きがどうかの証明をするためにも打ってるじゃないの。うん、そう据え置きやわ。うん、据え置きでしょ。据え置き。はい、青い色の LED 白です。キラキラはありますけど、猿之助はいないと。で満月、あと木峠なんでちょっとだけ広角分だけ回します。16ゲーム広角中のチャンスにプレーですね。で後期、さらに後期、ここで後期が小さくなって、はい、確定しました。20ゲームチャンスリプレイから持ちコインで当選です。青い色で LED は青色ですね。一切チャンスアップはなしと。で満月ですね。はい、この台はここでやめて、まあ、もう残り時間が本当わずかなので、まあ、打てても A タイプかなと思うんで A タイプ見に行きたいと思います。ここはひねるよ。うわお、ラオなんで厳しいかも。セリウもラオのみ。姿勢はあると。どうだい。おー、波動拳来た。まあもう復活しかないですねこれは。まあでも、まあ、H レベルそこまで良くない中頑張ったんじゃないでしょうか。1529枚一緒ですね。この北斗の剣ともここまで打ってきまして、今のところ通常時そこまで回せてないのでわからない部分多いんですけど、まあ、実戦時間が残り1時間というところで、やはりですねここから1時間この台打っても判別がしきれない部分ありますし、リスクがちょっと高いんで、ちょっと A タイプだったりとか、まあ、期待値がある台をですねメインにちょっと台探ししていこうかなと思います。このハッピージャグラー V なんですが、当日1515回転でビッグさんのレギュラー7、ガスタンの方は150分の1ですね。まあ今のところガスタンは悪いんですが、そこまで良くないんですけど、ハッピーのコーナーが2分の1以上ありそうな、感じがしますので、まだこの台でもレギュラー偏ってますし可能性あると思いますので、この台打っていきたいと思います。
まあ自身で300ゲームほどですね、まあ、してきまして、まあ、この大会1800で3と7とかなり悪くなってきたんでね、ちょっとやめまして、移動先見つけたいと思います。実戦終了時間、来てしまったので出玉を流して終了するんですが、これから、ホールを一周しまして、幸太郎さんと、ホール状況を確認しながらエンディング迎えたいと思います。お疲れ様でした。ありがとうございます。獲得は1569枚でした。これレギュラー16回ついてるんですよ。でもこのアイムジャグラーの EX の緑パネル、これ結構レギュラーだけ見るとかなり強いんですよね。まあ、前代が前代とは言えないですけど、まあ、ベース自体は高いんじゃないのかなと思います。このアイムジャグラー EX なんですけども、まあ、今1156ゲームですね、累計が。でビッグ2のレギュラー6と、まあ、レギュラーだけに関して言うと200分の1を切っている、まあ、優秀な台、まあ、残り時間この台を打っていこうかなと思います。あー来た、チェリー重複です。286ゲームチェリー重複のビッグボーナスです。うわー来た、早い、16ゲームですね。レギュラーボーナスです。単独ですね。はい、ボーナス終了後106ゲームで回したところで、実戦終了の時間となってしまったので、ここで出玉流してしまいたいと思います。ありがとうございます。回収が226枚でした。出玉状況ジャグラー、まあ、ジャグラーコーナーはまあ、昨日よりはちょっと盛り上がりには欠けてるかなっていうところで、まあ、ただこのアイムジャグラーの緑パネルのに関してはまあベース高いんちゃうかなと。うん、確かに結構レギュラーこれ10でしょ。そうですね、9、うん、向こう16とかついてるんで、全体的にまあ悪くはないかなっていう感じは。そうですね、うん、EX の緑パネルはもしかしたらいい台が多かったかなとかもしれないですね。でまあ強いのはここ。あ、もう流されてるんですね。出玉も流してますね。流しちゃってるんですけど全員人変わってるんで、まあ新台のマジカルハロウィンか、うん、が出玉がかなり伴ってて初当たりも結構良かったと。良かったですね。というところはまあずっとそうでしたね。今でもまあ流されてるお客様いますけど、まあこの3台は機種単位での当たりの一つじゃないかなと。でまあはい、このコーナーなんですよ。もう流されてる方もいるんですけど、もうドキドキがね、今日全体的に良かった可能性があるんですよ。まだ1回も力してない台もあるんですよ。で今その隣もまあ、こうやってレンチャンして持ち帰ってると。てる、ね、でこれもいいからね、いるので実際トロピカルモードいったがゆえの、そうなんだよ、ね、だから昨日がトロピカルで、うん、今日はこっちやった可能性があるのよ、うん、かなり高い、うんうん、多分そう、機種単位で見ると、うん、やっぱりその角1とか角2とかじゃなくて機種ごとでまとまって入ってる傾向があるのかなっていうのは分かりますね。まあ
ちょっとまとめてエンディングで。そうですね、はい、まとめましょう。結果発表、お疲れ様です。お疲れ様でした。安田美里店さんでの、はい、店舗攻略終了いたしました。終了いたしました。お疲れ様でした。お疲れいたしました。お疲れしました。お疲れ様でした。お疲れしましたか。はい、早速結果、うん、結果から。じゃあ僕から行かせていただきます。僕から行かせてもらいます。いや、どうぞ。僕からいいです。はい。はい、投資が、はい、1本。50枚ですね。お笑いなんかおもろいっすね。あんまないっすよね。そうですね。投資1本で回収が1569枚、サマイスがプラスの1519枚でございました。うわー素晴らしい。ありがとうございました。いやーよかった、乗り打ちで。助かった、危なかった。乗り打ちしてないよ今日。朝してないからそんな話。いやいつも乗り打ちする場合はいつも朝話すでしょ。そうでしたっけ。うん。いやそうですよ。あ、乗り打ちじゃないんすか。あ、今日は違います。あ、今日はちゃん。今日は違います。僕が今日トロピカルモードでした。うるさいわ。はい。うるさいわ。はい。じゃあまあ、まあ、僕の結果の方はですね、はい、もう、うん、もうね、うん、2000枚負けくらいです。大体で言うなよ。言いたくない。大体で言うなよ。言いたくないもう。まあ、言いたくない2000枚負けくらいですよ。まあ、投資とか言わずにね。もう2000枚。最初150枚ぐらいでした。ぐらいでしたと。もうぐらいでした。まあ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 、はい、分かりました。2000枚ぐらい負けと、はい、分かりました。僕は1519枚勝ちました。今日はどうでしたか、内容的には。正直、はい、本当にラッキーがちょっと積み重なりまして、はい、出玉が大量出玉つながったんですけど、はい、まあ最後の A タイプでだいたい1000枚ほど削られました。はい、うん、っていうところで朝一打ったそうですね、トモ、そして飛放電、はい、最後に言ったトモ、そして花火と、まあ、全部合わせて今日は上じゃなかったんじゃないかなと。あ、僕は打ったのが積もってないっていう感じですか。積もってはないんじゃないかなと思いました。はい、はい、僕はね地味にいい台座ってたんじゃないかなって思う節がありまして。何の機種ですか。オキドキですね。あのトロピカルじゃない方。ああ、いや今日はね、うん、オキドキがもしかしたら前代系だった可能性があったかもしれないですね。まあ、ちょっとこの流れであの、うん、お店さんの攻略の流れに行きますけど、うん、そうですね、まあ、昨日がやっぱりトロピカルやったんかなと、ね、そうですよね、はい、回数もかなりついてたと。ついてたんで今日に限ってはオキドキ、まあ、それがオールやったんか、うん、まあ、2分の1とか 3、うん、ね、3分の2とか分かんないですけど、入ってるか分かんないと。だ結構機種単位で強いとこが見えてたんで、うん、そうですね、はい、まあ、今日はトロピカルではなく、はい、まあ、オキドキと初代オキドキというところが強かったんじゃないかなと、うん、あとマジハロですよね。まあそれはもう間違いないですね。あれはもう間違いない、うん、はい、そして、あとはジャグラーコーナーに至っては EX の緑パネル、うん、緑パネル、うん、が全体的に強かったのかなと。やっぱり弱い島は弱かったんで、はい、まあ、機種でやっぱり強いところがあるのがこちらの美里店さんなんじゃないかなっていうのは今日思いました。思いますね、うん、日に日にまあどれが当たりかっていうのは日によって多分違うんやと思うんですけど、うん、そういうのもまあ通ってれば、ね、もしかしたら傾向とかが見えてくるんかもしれないんで、うん、ここに入りやすいとかね、はい、っていうのはあるかもしれないんでね。でその当たり島以外にもまあリセットはあるんで、うん、そうですね、あったっていうことですよね。ぼちぼちは。いや、ありました、ありました。結構あったってことですね、まあ、多かったですよ、はい、うん、だから、まあ、僕的にこの店立ち回るとしたら、うん、朝一はそういうリセットの恩恵ある機種打ちながら、うん、あの強い島を見ると。そうですね、まあ、無理探してもいいんですけど、うん、まあ、機種も多いんで、うん、ちょっとリセット打ちながらっていう立ち回りもありかなと。あ、状況を見ながら強い島に、はい、後から乗り込もうと。そうそうそう、そういうことです。ずるいな。ずるくないでしょ。しっかりした立ち回りでしょ。あ、そうそうだね。だ逆にリセット確認してて前リセの島があれば、うん、まあ、チャンスっていう可能性も全然出てくるんで、まあ、うちらもね、前日下見してなくて、はい、夢とか取ってなかったんで、ね、こちら三里店さんの近くに、お住まいの方とかは、出目とかチェックすれば、うん、よほどね、そうですね、まあ、そのいい状況にたどり着くことができる可能性は高いと思うんで、はい、まあね、こちらの安田美里店さんでは、まあ、リセット状況を把握しながら強い島を探すべきと、うん、いうとこですね、はい、そうですね、まあ、簡潔に言ったらどうでしょうか。それでいいと思います。いいでしょうか、はい、じゃあまあそんな感じで、はい、安田美里店さんではこの立ち回りをしてみてください。はい、はい、参考にしてみてください、はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。収録告知、
回の収録は3月18日黒バラ軍団の幸太郎と刑事さんが安田美里健さんを攻略します。安田ホームページでも番組情報やスケジュールを確認することができるのでぜひご覧ください。